どうも皆さん、おはようございます。ボクシングです。ということでね、ちょっとね、昨日の人狼殺寝てしまって配信ができなく申し訳ないと思っております。はい、ということで今回はですね、8月ね、ボクシング CH YouTube 頑張りました。皆さん、どんだけ8月にボクシング CH のチャンネルの動画が再生されたか知ってますか？あの動画のみ、結構すごい数なんですよ。なんとですね、ボクシング CH 8月1日から8月31日までに再生された回数、なんと626万再生。ありがとうございます。そうですね、1日平均20万を超えるっていう、まあ20万ぐらいを、まあ、再生することができて、とてもね、良かったです。はい、やっぱりどうなんだろうね、動画をたくさん出したのもあるし、まあそれこそ面白い動画が撮れて再生稼げたということで、とてもね、僕的には満足してますし、これからも、その調子で頑張っていきたいなと思っております。そしてですね、ボクシング CH が8月に出した動画の本数、なんと51本。これね、もうすごいんですよ。7月なんか全然その30本超えるっていう目標で頑張ってたのにもかかわらず、ここでね、もう1日2本近い動画が出せてる、まあこれ出せてはないんですけど、出せてる結果となってて、すごいね。もう頑張りたい。もうこれからはもう1日2本とかね、そういう方向性で頑張っていきたいと思ってます。はい、そしてですね、なんとボクシング CH のもうユーザー層、皆さん気になるでしょ。昨日ね、僕調べたんですよ。そしたらね、この1ヶ月チャンネル登録者数の男女比率が過去最高っていうことで、なんとですね、今までは女性が 5% ぐらいだったんですよ。 4% とか、いや低いなぁとは思ってたんですけど、なんと昨日見たらね、 10.7% ありました。はい、89% は男性なんですけど、 10% を超えたんですね、ついに。いやこれすごいっすよ、本当に。ありがとうございます。皆さん、男性の職務、女性の方々もありがとうございます。いやー、そんな感じでですね、まあボクシングチャンネルも着々とね、まあ頑張ってるということでですね、でどれだけね、まあ8月の動画で一番再生されたか、皆さん何だと思います？もう分かりですよね。もうリンゴ星人、の動画、圧倒的に再生がグーでした。はい、次の、2番目の再生がいいやつ、これね、まさかの CEO に全員あぜん、あの童貞 CEO のやつですよね。あれはね、良かった。で3本目はまあ大流行してるリンゴ星人 CEO に本家のやつですね。で意外とね8月ふざけて天チムさんのモノマネしてみた、もう超昔の動画もね、再生されてると、続きまして人狼殺のあのバーチャル YouTube、 あれフォートナイトがないなこれあれフォートナイト、あれフォートナイトいないな、あれ、あ、フォートナイト配信者じゃなかったっけ、あれフォートナイトの再生があんまりされてなくない、ないぞ。大丈夫かこれ。もう死活問題じゃないのこれ。大丈夫、もう非常に危険ですよね。やばいよ。フォートナイトの再生がされないという出来事が起きましたね。何ですかねこれ。まあそんな感じで、ボクシングチャンネルもね、結構、良くなってきてますよと。いう報告を一度したかったので、そういう報告もしてみたかったです。でそしてですね、年齢層気になる方いると思います。一番多いのは18から24、これが 33%、 次に多いのが13歳から17歳、これは 28% で、25歳から34歳が 19% で、35%から44%が 11% で、45から
64までが、まあ、大体 6% で、まさかの驚いたのが65歳以上が 1.4% もいるっていう、すごいですよね。まあ、最近のおじいさま、おばあさま方は YouTube を見るということで、まあ僕のチャンネル自体14万人いるわけですから、少なからず 1% ってことで、何人だこれ、1400人ぐらいはいるってことですかね。これ1400人のおじいさま、おばあさま方、本当に感謝しております。はい、そんな感じですかね。あとですね、まあ、何ヶ月かだ、4、5、6、7、8、まあ約5ヶ月で10万人を超えたわけなんですけども、なんかすごいいろんなことがあって、なんかなんていうのかな、他の配信者さんじゃ味わえないほどのね、面白さやもう苦しみや全てを味わって、もう天国と地獄っていうのはこういうことなんだなっていうね、まあそういうもうアップダウンがすごい中ね、やっと10万人を超えて、よーし頑張ろうっていう力がみなぎってきてね、やっぱ思ったことはね、本当にね、やっぱ応援してくれる人をね、大切にしなきゃダメだなって思いましたね。やっぱり大変なことがあっても大丈夫ですかとか、そういうね、些細な、コメント、思ってもないのにそういうことを送ってくださってる方もたくさんいるとは思うんですけど、いや本当にね、支えになりましたね。本当にありがとうございます。もうなんかあれですよ、もうなんか数に、なんか伸びるから数でね、ボクシングシリーズ叩けば数が増えるから叩いてた人もたくさんいますし、まあそういう人たちとはもう動画作りたくないですよね。まあそういうね、まあ苦しみを味わったボクシングが言えるのはね、本当に面白い動画を撮りたいっていうね、なんかそういう目的がある人たちとね、これからはね動画作っていこうかなって感じですね。本当にね、自分がやりたいことっていうのが本当にゲラゲラ笑うような、なんかそのもう腹抱えて笑うようなね、動画を撮っていけば、もう多分僕 YouTube の動画それでいいんじゃないかなと思ってるんですよね最近。なんかね、面白い、ゲラゲラ笑ってる方がね、なんか人生楽しいし、人生楽しくなってきたっていうね、22歳でやっと、なんか笑ってると一番いいっすよね、本当に。ゲラ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 笑ってるのが一番ね、もう嬉しい、もう楽しいし。で9月もね、もう9月ですけども、9月はね、学生に頑張ってほしいことはやっぱり部活動とかね、そう勉学とか頑張ってる方っていうのはね、やっぱりこの2学期って言いますか、この中間でどれだけ頑張れるかっていうことで、変わってくると思うんですね。まあでもね、1学期全期間で頑張っていた人っていうのは結構ね、夏休みも合宿とかあってね、辛いとは思うんですけど、ここでねサボると結構大変なんですよ。冬は休めますから、まあまあ僕は野球やってたんで、冬はね、まあトレーニング等なんで体のケアとかできるんですけど、この期間っていうのはね結構伸びるし怪我しやすいですよ。僕の場合は夏休みで怪我しちゃったんですけど、あの野球やってる時は。でもこの期間っていうのは本当にね、頑張んないと本当にダメ、マジで本当にね、ここがメインですからね、スポーツやってる人もそうですし、勉強やってる人もそうですし、まあ勉強やってる人はあれか、一年中勉強できるから、まあフルタイムか。まあ僕勉学のことを聞かれてもあんまり分かんないですけどね、まあ一応大学まで出たんですけど、なんちゃってなんで、僕は大学なんで入ったかっていうと、なんか本当にやりたいこともなかったし、なんか世の中っていうか、今の社会的なやつはね、やっぱ大学まで出てないと相手にしてくれないっていうのが多いんですよ。まあどこの企業もそうですけど、やっぱ大卒っていうのはもうどこの大学とか行ってたとか別にして、やっぱ大学は出てますよっていう証拠が必要なんで、で大学行って何するのっていう、でお金ない人どうするの。でもね、奨学金借りてまで大学に行くっていうのは結構リスキー。
まあ、たくさんの方は言ってると思うんですけど、これね、なぜかというと、借金なんですよ。奨学金って言いつつも。まあ、先生になったりなんかしたり、その大学によってはね、免除されたり、する可能性もありますけども、ほとんどの人が大学卒業して、その借金を返す。しかも、奨学金っていうのは、親の借金ではなく、その生徒の借金なんで、全部払わなきゃいけないんですよ。で、今問題になってるのが、大学卒業の人って、まあ、一人暮らしをして、社会人になって、生活をしてる人がいいんですけど、あのね、払えない。奨学金が払えない。奨学金が払えなくてどうなるか。これ、大変なことになるんですよ。クレジットカード作れなくなる、口座作れなくなる、すっごいね、ペナルティが多いんですよ。なので、お金がない。ちょっと無理かも。っていう人は、無理にね、大学行かなくていいと思う。なので、高校でちゃんと勉学をね、自分のやりたいこと見つけて。で、見つかんない人は、大学行ってもいいと思う。それか、その、自分のやりたいことが、大学に行かないと伸びないっていう人は行ってもいいと思う。でも、本当に無理して大学行く必要あるのかって言うと、そんなに行く必要はないと思う。自分のやりたいことが決まってれば、やりたい仕事ができれば。なので、皆さんにはね、本当にね、僕みたいになんないでしょ、本当に大学出たのに、ゴルフ頑張ってたのに、ね、炭酸の飲みすぎで歯が溶けてしまったっていう。はい、ということで皆さん、こんな感じでご視聴ありがとうございました。9月も皆さん頑張りましょうということで、皆さん、お疲れ様です。それでは、一日頑張りましょう。それでは、さよなら。バイバイ。